ガオー プジョー408最新の顔です。メーターの立体感、運転席かっこいい、スイッチ式、ちょっと心躍る感じも。これもオフランスだからですか？これもコットン、カラコットン他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com はなんだ、ガオー、ガオじゃねえ、ガオじゃねえ、工藤さん本日の車ははい、今日はですね、ガオじゃない、ガオ、ガオですね、ライオンさん、ライオンさんがいる車です。プジョーだよプジョーのガオですよ。プジョーの408、408ってね、昔508を取り上げた時にあった、ね、508やったじゃないですか、うん、その時になんか昔その508はその昔40シリーズで406とか407があって、うん、で映画タクシーで大活躍してる、はいはい、そんな話をしてたじゃないですか。でタクシーっていう映画見たことありますよ。めっちゃかっこいいんだよ。かっこいいですね。プジョーのバチ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 みたいなさ、そう、ね、タイヤからエアオだから、そうすごいね、マシンが ね、あれ面白い映画だよね。そうあれの、まあ、あれ40シリーズ、うん、でね、40シリーズは世の中から消えた、まあ、なくなったと思ってたら、うん、突然ね408っていう最新モデルが出てきちゃったんですよ。これは何 SUV？ これはね微妙なんですよね。今までの40シリーズって、うん、40シリーズってあのセダンとかねワゴンだったんですけど、これは SUV のハッチバックかな。いやだからフェンダーアーチ見てると、うん、あれ SUV だろうな。 SUV ですよね。まあプジョーは、セダンの派生モデルとは言ってるんですけど、うんうん、どう見てもセダンではないな、うんうん、まあ物はいいよって感じかないや車高も高いじゃん、そこそこ。そうこれね面白いんですよね。だから車高はそこそこ高いんだけど、じゃあ SUV ほど高いかって言ったら、うん、高く SUV というには車高は低いっていうね、うん、だからね変な感じの車なんですよね。セダンかというとセダンよりは高いし、そうなんですよ、ね、顔はなんかプジョーっぽいね、うん、だからかわいい、なんて言うんだろう、うん、まあ新しいジャンルだと思うのが一番いいかな。こういうジャンルですと。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。でも割とでかいね。でかいです。全幅がね1850。おお、でかい。そう、まあ、日本のね機械式立体のメインの機械式立体 の、 あのサイズですね、うん、はい、まあ、そんな車ですね。あの平べったい。これでおいくら万円？この車はですね、今日の車は、はい、これねパワートレインが、マイルドハイブリッドとすみませんよ、いいですか、いいですか、はいはい、マイルドハイブリッドとプラグインがあるんですけど、はい、プラグインハイブリッドがあるんですけど、これは今日のマイルドハイブリッド で、はい、で499万。おー、まあ、500万だな。それね、そう、エンジンは、エンジンはですね 1.2 リッターの直列3気筒ターボ。大丈夫この大きさでこの重さで。まあそれはね、後で確かめましょう。土屋さんがぜひ確かめてください。 1.2 ターボですね、はい、え、3気筒で重さは1430キロ。まあ、見た目よりは軽いかな。見た目より軽い、うん、見た目は軽いですね。乗ったら分かる系のやつ、うん、まあ、顔はなんかプジョーっぽくていいよ、ね。でね、顔ね面白いのはこのグリルですよ、土屋さんね。何グリル？これね、グリルとバンパーの境目がどこだかよく分からないっていう。分からないようにできてる。ここだよ。いや、そうです、横の方です。あ、横ね、横、はいはいはい。どんどんこのグリルが線が太くなっていって、うん、はい、気づけばバンパーになると。なるほど。これはプジョーの最新の顔ですね。つながっていくよ、うん、まあ、新しいんです。もう世の中で、ね、どんどん奇抜なことをやっていかないと、ね、埋もれちゃうんでね。まあ、でもメーカーさん頑張ってます。遠くから見てもプジョーって分かるよ。分かりますね、うん、この顔は。あとね、プジョーね、ライトつけようかな、うん、そうですね、ライト。焼肉の網みたい。焼肉の網出ました。焼肉食べたいな。焼肉な、行くか。例の行くか。美味しいという噂の行くか。お、綺麗綺麗綺麗、うん、なんか綺麗綺麗、涙目。そうですね。で、かわいいヘッドライトね。あの、うん、プジョーの特徴的なのはここのアクセサリーライトが、うん、その縦長の直線、ね、細い直線になってるっていうのが今のところ、ね、そうですね。で、これ一応プジョーは、まあ、ライオンがこう爪で引っかいた、うんうん、あ、イメージというふうに。ガオー、そう、ガオー。これはライオンが泣いてんのかな。こんなに、あ、こんなに、なんだい、スカートが光でキラキラってなる。何がキラキラだよ、お前そういう番組じゃねえよ
横はまあ、テール綺麗だよ、テール、うん、横はでもこれね、シャープなこう直線のエッジを入れてるんですよね、プレスラインを。で、テールライト綺麗、そうですね、本当だ、うん、3本、これ立体的ですね、うん、こういうのはね、動画じゃないと分かりづらい、分かんないね、写真じゃね、伝えづらい、この立体感。え、ブレーキは？ブレーキ踏みましょうね。どんな感じになるの？いいね、テールライト。かっこいいですね。うん、後ろから見た時と前からの印象が全然違う。あ、なるほどね。おお。はい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 。おお。なるほど。はいはい。ハザードね。ハザード。ハザードどんな感じ？もう奥行き感がすごいですね、これね。うん、いいんじゃないの？なんかすっきりしてて。スマート。うん。はい、なかなかいいよ。土屋さんが一生懸命探してます。あ、もしかしてまたボタン？ボタンか？あ、普通だった。でも電動ついてますよ。大事ね。電動、はい、電動開閉機能ついてますからね。で、ハッチバックですね。うん、お広い広い広い。あのこれ縦に収まってますから ね。すごい、うん。ちゃんと広いですね。広い広い。はい、まあ、これだけあればもう家でもバッチリと。ですね。うん、十分だね。はい、これは何だ？これは。お。え。お。今何しました？始まり。おお、いいんじゃないの、楽、めっちゃ楽だ、すごい、荷物の時に楽だ、ワンタッチだ、いいですね、楽ちん楽ちん、はい、床はこれね、倒した時の床はフラットじゃないですけど、うん、まあフラットではないけど、そう、でも荷室のこれ床の深さを重視してるからダンス、うん、結果ですね、やっぱ荷物はいっぱい詰めるよ、うん、荷物は途中でやめる、あ、下もいっぱい、下は、下はそうでもない、はい、じゃあ2列目乗ってみよう、はい、2列目、うん、収まりがいい、あ、広い広いね、USB あって、うん、充電できますね、うん、充電できるし、ドリンクホールドはちょっとこうなんか四十肩には辛いなちょっと後ろ気味、うん、ここに欲しいな、あー、もう一個前、そうそうそう、あ、でも広いよ、広いですね、うん、で、ポケットあるでしょ、横のポケットも結構広いでしょ、いいんじゃないの、あ、シートが2列目広い、気持ちいい、うん、いいですね、うん、なかなかいいよ、結構広いよ、2列目、そうですね、足元結構ありますね、ありますね、うん、足元のクリアランスめちゃあるよ、これすごいですね、うん、頭上は辛くないですか、頭上全然辛くないよ、全然辛くない、うん、あ、広いな、いや広いよ、これ広いですね、全長がね 4.7m、 まあセダンとしてはちょっとね長めなんですけど、うん、だからまあゆったりしてんのかな、よし、はい、運転席乗り心地かっこいいな、メーター、運転席、このメーターの立体感すごいですね、うん、運転席かっこいい、うん、おお、広い、あ、この足の角度がすごい私好きだ足の角度ね、すごい好きだ、足元ですごいフットレストみたいな、足置きみたいになってる、足置き、ハンドルもかっこいいですね、かっこいい、かっこいい、立体で、いや、メーターもかっこいいよ、これテンション上がるやつ、テンション上がる、メーターかっこいい、これなんかこの立体的なね、うん、立体的というか実際立体なんですね、これね、層がいくつもに分かれてるんですね、うん、メーターが立体だ、すごい、まあ、レイヤーってやつですかね、はい、あ、おしゃれ、おしゃれですね、うん、横から見ても浮き出てる、でこれね、まあ、プジョーがこだわってるのは、うん、アイコックピットって言うんですけど、はい、メーターが結構高い位置にあるんです、うん、メーターが高い位置に、まあ、高い位置にあるメリットは、うん、もう前方から視線移動をね、大きくしなくてもメーターが見える、うん、それとこれね、その高い位置のメーターにちっちゃい径のちっちゃいハンドルを組み合わせてるんですね、うん、そうだね、かなりこれ径ちっちゃい、レーシングカーみたいですよ、うん、ちっちゃい、ちっちゃい、なのでかっこいい、メーターはハンドルに遮られないと、うん、っていうのをピジョーがこだわってる今のコックピット作りですね、おしゃれ、おしゃれ、うん、このギアもかっこいい、レバーだけだよ、ほら初めて見ました、このタイプすごくね、かっこいい、そう、レバーだけで、はい、スイッチだよ、スイッチ式ですね、スイッチ式じゃねえ、スイッチ式スイッチ式あと、これ何、ドライブモード、走行モード切り替えですね、あ、これこれで、これ画面も変わるんじゃないかな、 あんま変わんない、あ、変わった変わった、ほら閉めたら変わりましたね、閉めたらね、はい、はい、そうですね、はい、おー、エコ、エコ、次がノーマル、はい、で、次がスポーツ、おー、この立体感面白い、あ、いいね、いいね、いいね、あ、いいね、はい、ほらね、色も変わるしさ、スポーツ赤、うん、いいじゃん、ほら、グリーン、ね、エコは緑で、エコ緑でね、あ、いい、なんかおしゃれ、うん、綺麗綺麗、なんかこの辺さっぱりしてるな、
さっぱりすっきり、ね、いいじゃんいいじゃんいいほらいいですね。これドリンクホルダー1位ですね、いいこれはね、あのシフトレバーがそこにないからできる、なるほど、で設計ですね。はい、携帯はでこうだ、ほらここで充電できると、おそらくついてると思いますね、うん、できないか、できない、まあ、いや、ここじゃないですか、はい、もしかして、え、うん、そんなバカな、ここな気がする、きた、お、正解、やったの正解、携帯を横に置く、ね、ここで充電できる、いいですね、いいじゃん、ほら、すごい、うん、これね、あとね、お、うん、お、こう、あ、なんか充電器がついてボックスの中電気ついて楽だね、見やすい、あ、見やすいですね、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、割り切ってるなと思うのは、うん、土屋さんね、これね、エアコンの温度上げてみてもらえます、はい、エアコンの温度、これは音だったから、そうなんですよ、これね、これでね、このクラリ、クラリメイトですね、クライメイト、うん、これを押さないとですね、エアコンは操作できないんです、めんどっち、ちょっとね、ここ割、相当割り切りがすごいですね、これね、めんどっち、まあ、ゴルフなんかもこれに近いんですけど、はい、どん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 ね、スイッチを減らす方向に行って、タッチパネルにいろんなスイッチをやってる、まあ、スマホみたいにいろいろできるんですが、うん、ちょっと運転しながら使うにはやりづらいかな、まあ、助手席の女がやるべきですね、そうなるほどね、うん、やっぱね、アンドロイドより iPhone の方が使いやすいわけよ何でもかんでもつけばいいってもんじゃない、うん、ね、あ、まあ、すごい、これめんどっち、あれですね、助手席の女の人がやってくれるってことは、そうだね、アナログの音声入力ですね、うん、なるほど、うん、あれやって、これやって、そう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 、アナログ音声入力、いやだけどすごい、ハンドルはかっこいいメーターと、これかっこいいです、これはなかなかいいです ね、うん、うん、そう、かっこいい、そう、メーター、エンジン静か、うん、1.2 リッター3気筒、はい、パワーどのくらいあるのこれ、これパワーはですね、130馬力ですね、あ、トルクが230ニュートン、まあだいたい2リッター自然吸気エンジンぐらいですかね、感覚としてはね、130馬力って AE86 だねえ、まあまあまあ、そうですね、そういう時代もありました、このデカさで1400キロでしょ、はい、で 1.2 リッターでしょ、 1.2 リッターどんなもんかね、じゃあ試しに行きましょう、行ってみないとね、走りに行こう、レッツゴーじゃ、ゴー、車選び .com アンバサダー土屋圭司です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐ分かる車選び .com。 シフトレバーがさ、ええ、めっちゃ短くて面白いよね、これね、これは面白いですね、これフランスっぽいよね、うん、スタイリッシュ、うん、このね、トグルスイッチは珍しいです、他で見たことがない気がするな、なかなかおしゃれよ、初めて見ましたね、うん、はい、プジョー 408 GT ハイブリッド、おー、マイルドハイブリッド、1.2 ターボでしょ、そう、1.2 ターボですね、130馬力、トルクが230Nm で、うん、8速 AT ですね、あ、ドライブって感じの音がする、ドライブね、心地いい、ハンドルかっこいいわ、メーターと、メーターはね、シンプルで見やすい、 3D、うん、見やすい見やすい、このね、ハンドルはね、なんか人によって馴染めてる人、うん、いう人と、うん、あとはちょっと違和感がある、どうしても違和感が拭えないっていう人とね、あ、そう、2つに意見が分かれるみたいなんですよね、俺は好きだな、スポーティーで、うん、うんうん、メーターシンプルで見やすいし、そう、だから多分土屋さんはね、ほら、もともとやっぱレーシングカーとかちっちゃいハンドル慣れてるわけじゃないですか、うんうん、そういう人はすごく馴染めるみたいですね、そうだね、馴染むね、で、あとクイックなんですよね、ちっちゃいハンドルに合わせて、うん、そのステアリングギアが、でそれもあのやっぱスポーティーな車乗ってる人はいいって感じるみたいだし、うん、でも普通の人が普通にの車から乗り換えるとちょっと違和感があるっていう人もいるみたいですね、うんうん、まあそれはさ、プジョーもルノーもそうだけど、うん、フランスの車っていうのはこうなんかこうフランスはこうなんだみたいなのあるじゃん、だから好き嫌いがはっきりするから、好き嫌いそう、うん、あのね、やっぱそれでこそプジョーフランスの会社ですよ、そうそうそう、無難な車作っててもしょうがないんですよ、うんうん、そう、本当にそう、ブレないフランスの心が、うん、本当そう、かっこいいですね、やっぱりさすがフランス、うん、
あの信号のダッシュは 1.2 リッターターボちゃんと前に出ますね、グイグイ出ますね。そうだね、うん、出だしはいいよね。出だしいいですね。まあ下からね1750回転かな、トルクがそこから最大出てくるんで、うん、そうそうそう、だから生活するには物足りないパワーかなと思ったけど、うん、全然いいよ普通に、普通にね、あの、うん、ゼロスタートはなかなか活発に、そうそうそう 1.2 だけど全然問題ない、うん、やっぱりこの音が、うん、カチカチウィンカー音が、うんうん、クイズ番組面白いクイズ番組ちょっと心躍る感じも、これもオフランスだからですか。これもオフランスだからかもしれない本当かね心躍りますよでも確かにルノーもね、うん、これとは違うんだけど、でもこういう方向の音がする気がするコットン、うん、コットンコットン、かわいい、うん、おお、鳴りやんじゃったプジョーはどうだった気かな、あの DS とか音が変えられた気がするんだけどな、これも、これ、ね、もしかして変えられる、変えられるかもしれない、難しいんだよな、そうそうそう、ね、難しい、いじるとなんかろくなことにならなくて、でもね、やるんだったらホームボタンから 車両設定とかかな、ホーム、まあ、設定かな、設定、うん、1.2 ターボなかなかいいぞ、カスタマイズ、うん、なかなかいいぞ、 1.2 ターボね、あの軽快な音ですね、うん、なかなかいいぞ、うん、アクティブスポーツサウンドってなんだろう、スポーツ、あ、それね、であの電子音だね、 あの スピーカーからね音を、エンジン音みたいなのを流すの、へえ、コットンコットンハラコットン、うん、コットンコットンハラコットンコットンついに登場、そうきたか、まずこの車をゲットしたらいっぱいここをいじって覚えることですね。そう、今時の車そうなんだよね、うん、まあまあスマホも一緒だからね、それはね、うん、買ったらいろいろいじってみないと、だから iPhone がいいんだよ、確かに、うん、Android 難しすぎて無理、うん、おー、いいな、トルクもいいぞ、出だしなんか全然いいよ、うん、だからね、その日本人的感覚で言うとちょっと音が軽自動車っぽいっていう、3気筒だから、あ、そういうことか、それでドライブっぽいって感じだ、それはね、あの気にしない人は全く気にならないみたいだし、うん、海外の人は全然気にならないらしいです、そうだよね、軽を知らない、そうそうそう、日本人だけなんですよね、うん、こういうそういう感覚になるのって、軽、うん、とは音が違うけどね、でもね、この3気筒の音軽自動車っぽいんですよ、ほら、こういう感じとか、すごい好き、走ってるって感じ、うん、まあほら、排気量がちっちゃいから踏み込まないとさ、うんうんうん、回転上がんないと速くならないからさ、そこはもう 1.2 リッターだからしょうがない、うんうんうん、そうですね、うん、乗り心地いいですね、乗り心地いい、さすが、そのあたりは、うん、あの、ね、オフランス、うんうん、ホーム、もう難しいよいや、難しいってこれ本当に、うん、この iPad 難しい、うん、だからこれはやっぱ土屋さんが横に乗せる土屋ガールズを変えるたびに教えないといけないです、女にやらせる、はい、で助手席の仕事はナビとこういう、うん、じゃあ寝てらんないじゃん、あ、寝ないですあ、そう、寝ないです、レース行く時とかも寝ないですよ、マジか、寝ないです、うちの嫁なんか口開いていびきかいてねずっと運転手さんに話しかけてるタイプです、マジか、移動車の時とかも、うん、一番後ろからずっと運転手さんに話しかけてる、嘘だろ寝ないようにそれは偉い、それは偉い、ずっと話しかけてます、ハンドリング軽快だなこれ、うん、今の華麗な、ね、軽いよ、車が軽く感じる、そのあたりが味付けですね、うん、そうだね、うまいね、なかなかいい感じだよ、快適ですね、うん、なんか 1.2 ターボで全然いいじゃん、ですね、うん、
まあ普通に乗るなら全く困らない。そう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 、うん、いや全然いいと思うよ。生活レベルって全然。おーいおーい、はい、なんかじゃあ幸せな気分になれる車でした。そうですね、コットン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 、ハラコットンな車です。これいいね、かわいいね、コットンコットン、うん、いいですね、うん、他にないならここに来い、車選び .com。 まあなかなかね、見た目は個性的な車でしたけど、乗ると快適でしたね。乗るとなんかオフランスかなって感じ、うん、もっと操作性悪いし、どこ触りゃいいんだって難しかったです、ね、いや本当難しいよ、これマイカーにしないと分かんないぐらい、ちょっと乗ったぐらいだと全然こう分かんない操作が、うん、まあそういうこともありますけどね。マリーちゃんもね、でもほら手伝ってくれていろいろやってくる、ね、やってみて、藤間もいろいろやってたけど結局ダメだったな。ほとんど成功してなくて、いいやもう。いいんですよ、それ車会社置いといて。いやだけど、それもフランスの車や、そうですね、はい、まあね、それもフランスの味で、 1.2 リッターターンはまあ普通に乗るなら問題ないぐらい、うん、だから俺らみたいにカットバスやつらはさ、もうそのなんていうの、箱根の上りなんかだとちょっと 1.2 だときついなっていう感じ。そうです、だけどこうやって都内を普通に乗るんだったら全然不満はないよ。トップ&ゴーとかはね、ちゃんと力強い感じだし、うん、そうそうそう、ね、全然いいよ、うん、ね、マリーちゃんはね、快適だったでしょ。快適でしたね、すごく、うん、あと、なんだろう、助手席から見ててこの運転席のやっぱデザインとかもすごくかっこよくてなあ、やっぱフランスだけあるよな、うん、つい見ちゃう、うん、賛否両論あるけど、俺はこのステアリング好きだ、ね、うん、あのちっちゃくてクイック気味のやつね。そうそうそう、まあそんなプジョーだったんですけれどもね、これはこれでありだと思いますよ。はい、ということで、よかったらいいねをしてくださいね、登録もお願いします。バイ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 。